どうもボボビビーアーーーアトレザーのボビーです、ねえー、今日は12月の27日日曜日ね日曜日に、えー、なりました117回目のね、えー、配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレザーのボビーです。大阪のボビー・アトレザーのアトリエからライブでお届けしております。ね、今日日曜日で、ねえー、まあ多分今年最後のね、2020年最後の日曜日、えー、かな。<laughs> ちょっと彼には謝ってものないんで、天気天気こと言ってる感じやけど。ね、まああのー、今日とかね日曜日やから、あ多分ね年末の大掃除の準備とかされてる方が多いんでしょうかね。 えー、まああの冬休みにね早いとこやったらあもう昨日から冬休みに入られてる方もおいてるとこうちらほらあ耳にしますけどね、うん、まああの今日はねああの、まあ、お僕はですねあ、まあ、あいつも通り、えー、今もちょっと型紙をですね、えー、ちょっとこうそこで制作しながらあまあ やでまあえー、まあもういねないくつ寝るとお正月って感じでね、えー、もうお気持ちはね、えー、2021年に向けていってるわけですけどね、うん、まああのー、なんていうのななんかこうえっ、ー、ともうかくっとこね気が抜けないようには。 <laughs> あ知ってますけどねあので毎年、えー、元旦にはですね、えーまあ、大阪に、ね、いる時はあど,どちらかというと、えーまあ、大阪にいる時は、えー、1日はいつも映画に、えー、行ってました、まあ今年も、ね、来年の頭も、ね、映画に、えー、行こうかなとは思ってますけどね、うんまあ、見たい映画はあ、まあ、プペルを行こうかなと思ってますけどね。うん まああのまあ、それまでにねなんか行けたらなと思うんですけどもう今年は全然映画館にも行けてないんでまあね、うんまあ、ずっと何か何やかしらやなんかあの手先をね動かす1年でしたね。<laughs> で、まあ、あの今年2020年はですね年末からですねちょっとカクンときましたね。あの,おのライブを去年 でそのあとぐらいからな,なんか本調子じゃないな思いながらもねまあまあもちろん制作はずっとやっててで元旦はですねちょっとあのね正月的な感じで過ごしてましたねうんもうねうんなんかあのそういう感じでえ,ーえーっとあっありがとうございます宮城さんこんにちはねメッセージありがとうございます。 えー、あ坂本さんねこもう今年最後の日曜日なんですねあっという間に、えー、一日がやってきそうですいやなんかね、えー、多分そうやと思いますあの今ちょっと離れたところにカレンダーあるんであの卓上のカレンダーがあるんであれですけど多分そうかな27ぐらいやろ、うん、それぐらいかなと思って。でね、えー あの本当にねこのライブ配信をこういうふうにねあの皆さんがねこうやってるから僕も身を見よう見まね、あ、でまず続けることをねやってみようかなと思ってまあ、歌のこともずっとやってたんですけどお練習やらいろいろねでなかなかその電波のことでなんかマイクのことなんかよくからへんけど映像が止まったりとかするのが多かったんで、うん、心配してたんですけどね、まあ、ちょっと安定してきたかな。うん、で えー、まあね喋ることもそんなに、えーね、あの台本作って喋ってるわけでもないんであれですけども,もう、まあ、あのなかなかこう移動ができなかったりするんで,で、まあ、僕の方からねこうやって、えー、会いに行くことをやったらできるかなということもあって1、まあ、個ずつねつこ,れこれぐらいだったら続けていこうかなという感じで。<laughs> あの うん、あの少しずつですけどまあこういう話をしながら自分の考えみたいなのもモヤモヤしたもなんかねぼんやりしたことも固まってはいったりするんでああのいいことかなと思ったりもするし、うん、まああの十数分でね済みますんでねあのブログを書くとけたら23時間ずっとこう同じようなことを言うんでも何かんか 時間を、ね、がどうしてもかかってしまうんで、えー、写真整理したりいろいろなことするんでねもうブログはブログはブログで、えー、まあ作品として、えー、一つのね、えー、作品として、あのーまあ、残るもんなんでね、うん、でもこれもまあ残るっちゃ残るんですけど、うん、まあまあ2020年のこの日はこういうことを思ってたんやろうなっていうことの振り返りにも多分なると思うし。 でなんか自分がねこう,こういうふうなことを続けていくうちに、えー、きっとね何、えー、て言うのな次へのステージにステップに行けるような、うんまあ、そういう思いながらねあの何でもやるんですけど何でも,、まあ、何でもこう時間っていうのがあかかるんですよねタイムラグっていうのはいつもあって。 うん、もうそれはもう本当にこの「ボビーア・アトレザー」ということをねしてて、えー、ずっとそれはあ歯がゆいぐらいのおあれでしたけどおお感じることが多いんでね、うん、きっとね、えー、こういう活動っていうのはあ無意味じゃないって、えー、自分でも思いながら、えー、続けています、まあ、まあ続いているということはあそういう意識はちゃんとあるんやろうなっていうことです,ですね、うん、多分ね。 でまあね、もう今年はもうね、あのあああのさんありがとうございますえー、毎回は見れないですが、見れるときは見てますんで、楽しみにしてます。ありがとうございますね。あの褒めたさん、どうよ <laughs>、ね。いつも褒めたさんとかやったら、あのなんかなんて言うな、こう、言葉のキャッチボールも素晴らしいですね、もう、あのなんて言ういろいろこう引き出しが多いからね。うんでまあ でまあ僕とかはほとんどんどんこうあのジャンルが違うっていうかあのなんていうのなレザーのことやしあ噺家さんでもないしほ、うんとはもう僕なんか手先をね見ながらこう作業をね えー、みあのこう見てもらうっていう方がいいのかなと思ったりもしながらですね、まあ、いろいろ試し試しでやっていきたいなとは思いますね2021年は特にね、うん、これに BGM も載せたいなと思ってますしねちょっとずつちょっとずつの進化やけどまあ基本的な内容は <laughs> 僕がやってることなんでね、うん、まああのそのごまかしも聞かへんじゃないですかこういう配信ってもう素のままが出るんでね。うん でまあ、今日も、まあ、映画の話をね褒めだされててね、まあ、大体あの、まあまあ、同級生もあるしあの学年がねあの大体見てる映画とかあ大体あの分かる分かる感じで、ね、テレビとか見あの通ってきたとかねいろんなものはちゃうけど、うん、けどなんかこうすごいねあの共感共感を得ますね。うん、あの なんていうのな僕はあのすごい褒美さんでねあの坂本さんがねこう見てくださってるんで褒美、えー、田さんのね、えー、西村さんのね話をちょっとおするとね,、えー、あ,のねあの方はねあのすごい素直な方でね、うん、なかなか大人になって出,出会えないタイプやったんですよ僕もすごいほっとしましたねあっ同い年ぐらいでこういう方があおるんやなって。 うん、あの同じような心根の方で、まあ、まあそのステージはちゃうよ <laughs> <あの> <laughs> あの一緒にしたらねめださんも気の毒やろうから。<laughs> であのねあ何年か前かなあ講演会かなんか行った時にでこうねいろんな方とこうサインされなんかサインされてかな,なんかご挨拶みたいなのこうされた時にパッとねあのポケットからねあの 名刺入れを出して,てその名刺入れがね僕があのこの、ね、ボビー・アドレザーをこ,うこれから頑張っていこうかなという時のね時やったんですけどその時に、えー、おめざさんがね僕にオーダーしてくれたんですよね。オレンジ色の別注でね僕があのオーダーしてたオレンジ色の鹿の皮があってそれで名刺入れをね作、えー、させてもらってでそれをパッとね当たり前のようにこう 取り出して、えー、当たり前のようにこうなんていうそのねあの初めての方と名刺交換しながらねあの,笑顔あ,のあの笑顔で<笑>されてる姿をおこう見てた時になんてこうあなんていうのな心がね僕もうすごい感動したんですよ。あのー、表裏のない方やなって、うん。よくあるじゃないですか。 社交辞令的なものとかねああいうふうないろんな方と会う方やったらそんなありそうやのにちゃんとんかこう心で行動して心で、えー、ままにちゃんと心を開いてね、えー、いろんな人と接してやっぱり人なりっていうのが出るんやなと思いましたね。うん、あ佐藤さんありりがととううございますすす今後のの変化と進化進年になりそうででねめちゃ楽しみです ね、いやもうあの本当にね、えー、こういうことしてたらねこれ有言実行有言うんかなじゃないそ,、まあ、そういう大したあれじゃないですけど何かね形にねなかなかこ,うこのご時世形にするのが非常に困難な中ではあるんですけどおやっぱりね、あのー、なんかこうできなかったこともこう数えるよりもね少しでもこうできたことをねあ とか叶ったこととかを拾い集めるようにすればね。すごくね。気持ちもね。あのー、上がりますしね。僕はそういうふうに思うようにはするようにはしてます意識するようにしてます。なんかできなかったこととか、結構くよくよをしたりもしますしね。うん、あのそれよりも心があの押しつぶされそうになって、気持ちがそのいろんなものに出ていくんでね。この体の動きとか。うん <laughs> フッットワワークヘッドワーククヘドねれでほんでねあのそのあの当時ねあの名刺入れを結構、まあ、そう多分交流会とかされてる方とか人とこう会う機会が多い方とかねあのそれから事業を始めている方とかあそういう、まあ、経営されてる方とかあとなんかそのね そういう方とかがねとの出会いがあすごく多かった時期が9年10年ぐらい前かな。でなんか名刺入れて作れるって言われてまあそれから作らせていただいたんですけどでね、あのー、いろんな業種の方お医者さんとか、まあ、いろんな方とかで、ねえーまあ、ロックなねを売りにしてる僕なんですけど、うん、あの中やっぱこう。 道を切り切り開けていく方かななんかその自分のそういう方がねあの結構もあの僕に声をかけてくれてあの作らせていただいたんですよね。あのね本当に、ね、ここ身に身染みますよ、ね、でその方が今もそれぞれの世界の中で、えー、活躍されてる方が非常に多いわけですよ。<laughs> うん、あのなんか ね、メディアを見た時に載ってたりとかホ美タさんももちろんそうですけどなんかね活躍されてる方があすごく多,い多くいてるなっていうのがあすごくねあのこっちにも励みになりますしやっぱりこう僕でもそうなんですけど例えば一本の、ね、ギターを買ったりとかなんかそういうふうな時に何かこう気の流れが変わるというか、うん、いい方に向いてるような何かあるじですかこう流れが来たなって感じの。 うん、そういうやっぱりなラッキーアイテムに僕自身の,その作品が僕のこの手からね生まれたものがあそういうふうに、えー、なってもらえるものにな,ならなきゃなって今思いましたし、うん、やっぱりそのせっかくね時間をかけて回、えー、ってもらってる方もそうですねの方にねあよかったなってふっとな思い活躍される っていうかその方の人生がですね、好転するような。そういう,うなきっかけの一つになれればな、というのはあ、毎日思いますね,、うんねあ。ありがとうございます。さんあのいろいろねあのここ、パソコンで見れるんですよ。いろんな時もプラスとマイナスで共存していると、てて最近いい気づきました。あ一長一短ということかあ、そのプラスとか。あ 腸、えー、のね、えー、方を見たら幸せやしマイナスや、えー、ね短所の短をねもう見てると自分を苦しめるなって、えー、この日々の中で思うようになりましたいやほんとにねあの見方一つやと思うんですよ。うん、あのー、同じものを見てもねあのこ,こうね何、ね、かあるかなまあ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 こうあるねスマホがこうあるとしますやん。 ね、こう見ることもこう見ることも見,見方とか捉え方でね,、うんあのー、ね変わってきますね。うん、それはあの、まあ、僕もデザインの、ね、こう仕事もしてたり、まあ、周りの僕のいとこが、まあ当時デザイナーでねいろいろグッドデザインとかいろいろもらったりしてたんですけど、ね、僕のすごい尊敬するいとこなんですけどデザイナーのね工業デザイナーですね。で あの当時ね僕がまだ高校生ぐらいの時かな、あのー、ポッと言,あの言われたんですけどねあの教えてもらったっていうかあのなんて言うのなものを見る時にあのなんか、ね、丸,を書丸を描いて「みとかって丸を描いてこれはねっこうだく塗りつぶすじゃないですかでこれは何やって言ってあっちで丸かあてけどこれは「9」になるかもしれんやんか。それか三角錐を こうししてるかかもしれへんやろとか物の見方によってはいろいろいろんなことがあるんやってあのまあ絵を描く上でねその奥行きというか形というかうんそういう物の見え方とかいろううんな方向から物を見,見,見るようなことを考え思考を考えてなということを多分高校生の僕にねえそのあの丸を塗りつぶした丸のね紙にね黒く塗りつぶしたそれを見ながらね いとこはなんかそんなことを伝えたかったかなと思いますけどね、うん、まああのー、もう何年も前にね、えー、急に、えー、ちょっとあのようにいい先に行っちゃいましたけどね、うんあのー、僕にとってはあのそのいとこの言葉とかいろんなことがですね影響を、ねえー、受けてますけどねその慣れの果てでまだ全然僕なんかあ,あれですけど <laughs> ここでね。うん あ、ありがとうございます。さん幸せ作りと言って、えー、心はボビーさんの顔に出ていますよね。うん、そっかね、そう思います。ね、あのー、このね配信をするようになってからね、えー、自分の表情をね、えー、意識するようになりましたね。特にうんあのー、なんて言うのなやっぱりこう ふ普段その会う人もそんなに多くないんですよねその普段生活しててあのまあ多分あの出会ってるんやろかもしれませんけどこういう感じでね出会う方っていうのは機会はやっぱ減るじゃないですかもう梅田っていうかまあ僕らでは梅田なんですけどとか南とかそういう都会に出る街にね出る機会時間も極端に減りましたし特に今年はね。だけども普段こういうい配信をしてたら あの自分のこう顔だからあのなんていうのななんかこうもうほんまに無表だんだんこう無表情になっていってるんやろうなと知らんまにと思ってね、うん、なんかこうそれを思うことになって、うん、それからあなんかこう普段でもねこうにんまりするようにしてますねそのマスクとかするでしょ今外出る時にマスクする時にねあのずっとこん,なこんな感じでね いますね僕だけ、ねうん、で真顔。えマガオね無表情っていうのは一番怖いなと思う自分でもおあ,かんあ,あ,のあんまりらしさがないなとも思,思ったし、うん、そんな感じでね、えー、今日はあまあ緩い配信をねもうおさせていただきましても,もういくつ寝るとということでね日曜日の緩い配信をさせていただきました。ね、ありがとうございいますいつもも、ね、さんもあのこ、ね、こう今年 こういうひょんなご縁でね、えー、それも遠方から、ね、南半球の夏のこれから夏かな夏真っ盛り、ねうん、の、ね、場所から今こうやってダ,ダイレクトにっていうかあ、ねえー、こういう,う会話ができるのはもう本当に、えー、21世紀ね ななったなという感じはしますね21世紀を感じますし本当にねあの心の距離っていうのはねえ物理的な距離っていうのの差が曖昧になりましたねそれも当時のいとこが言ってましたねもう僕が高校生ぐらいの時ですよついでに話しますけどあの僕に言われたのはねあの僕はまあ当時あの 小豆島っていうところは出身なんですよ。あのええー、とね、西日本の瀬戸内海があってそこのお淡路島があってそこに、えーえー、四国とねあの岡山県の間にこうあ牛の形した島なんですけどね、小豆島っていう島でね。<laughs> えー、僕らは、まあ、あの小豆島じゃなし、小豆島って言う意味やけどね。地 <laughs> 元のことをね、小豆島のねあのー。 に住んでてねそこにまあいとこが当時は東京でデザイナーを工業デザイナーっていうかなあのいろんなけ当時はまた携帯電話ができるかなんかぐらいの時の時代かな自動車電話とかけどいろんな商品とか電化製品のとかねあといろんなまあまあ,あの船とかねいろいろんなことやってましたねあのデザインをね。で えーまあ、正月にね里帰りで帰ってくるんですけどそこで、えー、いろんな話を聞くのが僕は楽しみやったんですねあの島から出たこともない僕にとってはねそれが全てでしたからねその島の中とあとた,たまに高松に船乗っていくっていうぐらいが全部僕の中に見える世界でしたからでそこから聞くねあの東京での話とかはワールドワイドに感じましたしねその中で たっけ <laughs> あ,すあのこれからの時代はもうすぐしたらあの地図で見る地図で測ってこっからここまで、えー、の距離とかの時代じゃなくなる将来は、うん、きっと将来はあの小豆島にいてもお全国の人としゃべ話もできるようなとかあそういうようなんか垣根がなくなる時代が来るって言ってましたからね。 だだからまだインターネットもない、まあ、パソコンも見たことないぐらいの時に僕はねでしたからもう何年前よ35年ぐらい前ですかね分かんないですけど多分それぐらいだと思いますね時に言ってましたね。当時インターネットという言葉はなかったけどおファックスもファックスによるとかな写真なんか,な,んかなんかがすぐに送れるような時になる時代にもなるからになるんやでっていうことをなんか言ってましたね。うん なんかそういう未来の話まあ今その未来に立ってる僕らね立ってるんかもしれませんけどねもう時間という時間で考えるようになるという距離で考えられなくて時間で考えるようになる飛行機を使ってなんかを使ってあの計算するんじゃないけどそれはまあだから海外に住んでても日本との仕事がスムーズにできるような時代がすぐ来るあのもう将来になるからって言ってましたね。 うん、ただ本番思いますよ、ね、もう将来的に僕はまあ,あリタイアとかじゃなしに、えー、今大阪におるでしょ大阪にお,おる理由がなくなったとしたら例えば小豆島で、えー、同じなボビー・アートレーザーを小豆島から世界に発信することもおも,うも,うできも,うもうできているとは思うんですけどね、うん、なんかそういうふうな感じでね今こうして僕がやってるノウハウをね島の誰かとこう共有しながらですね、あのー、なんか発信していくとかね、うん、なんか夢が広がりますよね。 うん、はいえー、あっ <laughs> いっぱいありがとうございますいっぱい返事くれてありがとうございますいやもう夏ですしかもうきうきええー、小豆島小豆島うんそういうわれたことはちょっとあい,いとこさんすごいですねいえ <laughs>、ね、僕は全然すごくないけどいとこはすごかったですね、うんまあ、あのー、僕はほん憧れましたねうん。 あのギターを弾いたりブルース・リーとかがあなんかヌンチャクをねなんかあの太鼓のねバチでねヌンチャクを作ったりとか、ね、してたり、えー、プラモデルとかねすごくう得意でね、えー、作っててよく僕あのプラモデルを作ってるのをす姿を見に行ってましたからね,、うんねえー、もしね今でも存命やったら多分お有名人になって今メジャーな人になってたような思いますしねなんかいろんな話を聞きましたよ。 うん、あのニューヨークかどっかでなんか何とか賞をもらってニューヨークに行ってきてなんかとかねトロフィーとかもらったりで僕があのライブをね東京でやった時も見に来てくれましたね、うん、なんかなすぐ泣いてましたけどね <laughs> 涙もろいとこでしたね。うん、あのそうです、ねうん、なんか 東京,東京のことずでまあなんていうのな僕の自慢のいいところでしたね、うん、あの今でもね実家、えー、に帰った時はねお他か前にはあ行きますけどね、うん、一人でねあのちょっと掃除したりとか、まあ、よその <laughs> けど勝手にねちょっとねあの草,草抜く程度やけど。 うんまあ、今年はねあのお全然ね来年もと当分ねもう自分の親にも、ね、電話でしか話しできてないんであれですけどねほか、えー、前にも行、ね、けてないんでね、うんまあ、帰ってこんでええって言われるからね、うん、今まあ,あのこ,うこういうご時世なんでね <laughs> あの大阪から言うたらね「うん、あ佐坂本さんきっと見守ってくれてますね」うんなんかそんな気がしますね。 うん、なんかその当時できなかったことがあるじゃないですか多分やり残したことも多分若くしてがあるんで、えー、そ,のそういうふうなのをねなんかこう託されてるんかなと思ったりもします、ね、同級生とかでもそうですよ、うん、同級生とかも早く行っちゃったりとかして何、えー、か何かいろんなものを託されてるんかなとも思いますなんかいろんなことをね。 うん、やっぱりまだこっちね命ある方なんである側がですね、えー、それを <laughs> 100%はなかなか発揮はできへんけどね <laughs> う,う打ては響くようななんかねあのけなくてもないですしねまだ僕もちっぽけなあ一川、えー、細工職人ですから <laughs>、ね、まあ,あそんな感じでね、えー、今日はあの、まあ、坂本さんねこうあの お付き合いいただいたんで、すごく僕も嬉しい時間でした。えー、またああね,、えー、ね、来年に向けてね、まあいろいろあると思いますけどね、今日一日今日一日をですね、楽しく意味のあるものにね作っていければなと思います。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。ありがとうございます。